乾杯。乾杯。あ、美味しい。うん、まっ。島根のお酒？沖ノ島のお酒ですね。なんて読む？沖ノ海。沖ノ海。っていうね、力士がいるらしい。あ、そうだよね。あ、そうなんだ。沖ノ海って、うん、聞いたことある。何この飲みやすい酒。ね、力水。危険だわ。危険ね。あ、トライロー。インザスカイ。あ、ってやった。青入れた。やんなきゃと思って。エピソード30になりました。高円寺トランポリン店主トラーです。三重インザスカイでございます。祝30回。30回トライロインザスカイは自営業トラと会社員三重インザスカイの40代ゲイ2人が近況とかくだらない話、真面目な話、時には相談に乗ったり、トラが経営する高円寺トランポリンにまつわるゲストを呼んだりして、あーだこーだ話す自然体無法地帯ポッドキャスト番組です。そして本日のゲスト、エピソード13ぶりのゲストのアビコめぐみさんです。よろしくお願いします。アビビです。アビビお疲れ様です。お疲れ様です。エピソード30なんで今日はお酒飲みながら、はい、よろしくお願いします。お願いします。乾杯。めっちゃいい酒じゃん。トライロリンザスカイ。エピソード29の続きをちょっとここからやらせてもらいます。あの、はい、お便りをいただいた牧場の牧場さんが地方在住でトランポリンに今度行きたいけど、近場におすすめのゲーバーと高円寺のおすすめスポットを教えてくださいということで、うん、あの、まあ、ゲーバーに関してはアビコちゃんは多分詳しくないので、うんうん、あのゲーバーだけ済ましたので、はい、あの高円寺のおすすめスポットはもうアビコめぐみが詳しいと思いますので、アビコちゃんあのちゃんとこう厳しいので、うん、あのここのご飯屋この間行ったけど美味しかったって俺が美味しいって言ったらあーそこまずいよねっていう早いすいません。そして正しい、そうちゃんと舌が超えてる、はい、ちょっとねちゃんと舌超えちゃってるので、もう何が否定しねえ、何でも焼肉だったらここ、お寿司だったらここみたいなとこがあって、うん、でお酒だけ飲む安いくて美味しいとかここみたいなのがあって、うん、最近ハマってるのが立ち飲み屋さんでございまして、あーいいね、はい、中通り商店街っていうのかな、はいはいはい、ピンク通り、うん、ピンサロ通りと、あそこの中通りサンライズっていうのがあって、うんうん、そこ あとその向かいにトレマロっていうとこがあって、うんうん、そこ最近の推しです。いいですね、はい、飲み物300円。あ、素晴らしい。いや、こういうのちょっと価格破壊、まあ、地方の方からしたらもしかしたら同じくらいかもしれないけど、うん、あの東京の中では価格破壊起きまくってる街なので、私犬を飼ってまして、で犬といろいろ回ってたんだけど、うん、そう、あの犬 OK な焼肉屋さんでランチして、うん、道盛りね、うんうんうん、道盛り美味しいよね。そうで立ち飲み屋さん行って、うん、で犬ささみくれたりとか、うんうんうん、なんて優しい街なんでしょうと思って、みんなめでてくれました、うん、はい、うん、素晴らしい。高円寺は ね、サワーだけが安いんじゃなくてビールも安い、ビールも安い、それが高円寺だと私は思ってるので。190円の190円だよ、ね、これはもう地方の人でも全然すごいと思ってくれると、はいはいね、缶より安い、うん、ねえ、どういうこと、本当に利益、まあ、ご飯ね食べればあれだけど、ドリンクってね、うん、あれほとんどあれだよね、うん、すごい原価割っちゃってるよ ね、人を呼ぶために、うん、競争激しいから心配だよね。心配だよね、本当に、うん、僕とらはあの、まあ、よくインスタとかつながってくれてる人は分かると思いますけど、あのスーブニールカフェという近所のカフェ、うん、今日ランチも、ね、そこでしたんだけど、うん、あの本当によくしていただいてて、いや本当に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 そうですよ、うん、店長さんも女性の店長さんで気さくな方で、うん、あのすごくおすすめなんで、できたらスーブニールカフェからのトランポリンみたいなコースを。そうだね、あ、素晴らしいコースですね、うん、素晴らしいコース、はい、観光地みたいなのは特にないんで、ね、そうだね、公園では観光、はい、スポットではないよね。三鷹まで行ったらあのジブリの森美術館とかあるので、うん、はい、あの観光地はあのないです。ただなんかもう道並みを歩くだけで楽しいかなとはちょっと思うので、うん、阿波踊り会館とかね、あーあるね。あとねギャラリーが結構多いし古着屋も多いからなんかフラッと入ってっていう、古着屋はねいいよね、うん、目的なく来ても楽しめるかもしれない、うんうん、はい、昼から飲めますんで、はい、ぜひ高円寺でお待ちしてます。牧場の牧場さん、トライロー in the sky。 先日のメゾンゲットお疲れ様でした、はい、アビコさん、ありがとうございました。
ちょっとみえさんがコロナで断念しました。あ、そうだよね、うん、そうだったね。そうです、やっと匂いも復活し、ね、嗅覚障害、はい、よかった。いや、もう本当素敵なライブでした。すごく歌いやすかったね、クスオさんでの、うん、いっぱいいろんな知り合いがいたのに会えなかったの、ね、ほんと痛恨の極みです、ねね、なんか某有名なアーティストさんも来られてね。あ、そうですね、はい、はい、あの、お前のことなんて誰も見てないよって言われましたけどね。言われてました。あの、誰に言われたの？あ、ね、人言っちゃったのね。何？言っていいと思うよ。うん、言っていいと思う。あの、トンチピクルスさん来てたんですよ。来て、あの、酔っ払った、はい、酔っ払って、ここにいるのゲーばっかりだからアビコのことなんて誰も見てねえからなって10回ぐらい言われた。そっかそっか、トンチさんが言うんだったら ね、まあ、ね、それは愛のある、まあ、全然関係ない人が言ったのかと思った、うん、あ、全然大丈夫ですよ。いやいやいや、僕と名字が同じ人ですよね。あ、そうです。あそこまで言っちゃっていいんだ。大丈夫。調べたらすぐ分かるんで。はい。いや、楽しそうで、トンチさんも、なんか、うん、もう終わったとかみんな楽しそうだったってことは、もういいイベントだった。ね、本当に、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。そして、その日に、イーグル東京ブルーっていう2丁目の箱で、チューブナイトっていう、チューブ好きが集まる会に、ちょっとだけ僕顔出したくて、アビコちゃんにも付き合ってもらったんですけど、うん、まあ結構アビコちゃんも出来上がってて、そしたら最後もう本当行った瞬間にもう終わるよって感じで、集合写真写れる人写っていたらアビコちゃんすごいいいところに、あの写真だったんだ、もう最初からいました的な感じ。そうそう、本当にあの最後の30分くらいだけ顔出して。そうなんだ、はい、楽しい夜でしたね。それこそ先日のねツンパラも、うん、あの3人で3人プラス藤山でで顔出しましたね、うん、大盛況じゃない、うん、はい、すごかった、ね、すごい人だった。そういえばあのチューさんの勇姿を見ました、みんなで。本当に、ね、かわいかった。かわいいよね。ね、マンチカンみたいだった。ね、そう。ね、かわいいよね。ね、衣装も良かったね。うん、でも、チューさんしか、もう僕3人いたけど、チューさんしか目に入らなかったもん。挟んでるお二人はもう余裕があるから、うん、そう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 。動きがスローに見えるんで、うん。もう上手い人たちに頑張ってついてってる感じが、あれもう最高でした ね、うん、ね、あの。僕も体験あるんですけど、うん、上手い人たちを、と一緒に踊ると自分の下手さが本当に際立っちゃうんで、うん、それが嫌なの、はいはい、だそれを消すのが大変でした。そう、ね、確かに同じ場所でミエさん戻ってましたね。アイソトープラウンジで、ね、踊りが全くできないのに人間やればできるんです、ね、素晴らし らしい。そう、でもツンパラでちょっとアビコちゃん嫌な目にあったんですよ。え、あ例のやつ、あ例のやつ、あれ、うん、あの使えるかどうかちょっと取ってくるんです。そうですね、なんかやっぱアビコちゃんそんなにその、まあ、ツンパラっていうのはハロプロ好きが集まるイベントなんだけど、うん、そうそうそう、でかかってる歌に対して、ね、あの、うん、天音くんとかに言ってたのかな。あ、うん、天音くんに、うん、この曲誰って聞いたら、うん、後ろにいた方たちに誰だってっつってめっちゃ怖えみたいな。完全ガチ勢の方がほとんどなんで、申し訳ない、あのもうちょっともうむつしか知らない。別にツンパラが悪いわけじゃなくて、あのガチ勢の方はもうちょっと優しくしてくれると私たち、はい、あのもうちょっとハロプロに入りやすくなるんで、そこだけ謝る必要はないんだけど、はい、まあちょっとねお互いに歩み寄って、はい、そうですね、はい、そうガチ勢の方はもうこう集中してるから、ね、私は素人したしてましたので、うん、こういうだって興味なければ誰って聞かないもんね。そう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 、そうだからそういう人にちょっと優しくしてあげてください、はい、これはもう私たちもね。そうそう、次回も含めて気をつけましょう、ね、はい、はいはい、あでも本当にすごい素敵な、僕は最後の方まで入れたけど、もう中さんが最後ずっと泣いててすげえ泣くじゃんって思いながら見てました。泣いてたんだ。泣いてない、他のショーが終わった後にもう泣きながら司会してて、かわいい、かわいかった。中さん最高です。トライロー in the sky。今回あの久々にアビコちゃんに出てもらうので、なんかやりたいねって話をして、アビコちゃんがあのメゾンゲットというイベントで、もともと私は役者志望だったという話をしてたんですよ。で結局子役やってたけど役者じゃなくてバラエティになったっていう話をしてて、あだったらじゃあうちのドラマちょっと出てもらおうかなと思って、一応3つ議題を出したんですよ、はい、アイドルか泥酔女役か、もう一個これは選ばれないだろうなって思って投げたら、その選ばれないなって思ってたやつをこれにしようかなって言ってくれて、あの書いてみました。ありがとうございます、はい、ぜひ聞いてください。モグスターマインヨーダ
私、魔法少女アビビ、ミエベイと契約して魔法少女になったの。アビビはもうすっかり魔法少女が板についてきたね。うん、昼は魔法少女、夜は三線片手に歌うたい。なんだか漫画の主人公みたいになって楽しいわ。ミエベイのおかげね。なんだかよくわからないけど、楽しいっていうのがアビビのためになってるならいいや。アビビ、トララ、見られちゃった。私、歌手と魔法少女掛け持ちでやってるの。契約しちゃったの？ミエベイと。うん。昔からの夢だった魔法少女に40代になってやっとなれたわ。ミエベイと契約した時点でアビビはもう人間じゃなくなってしまったんだよ。え？そうなの？そうだよ。君はよく知ってるね、トララ。君はアビビの恋人か何かかい？違うよ、友達だよ。僕はゲイでアビビを性的には見てない。ただ仲がいい友達だよ。へえ、なんだかわけがわからないよ。人間はよくわからない。あ、でもアビビはもう人間じゃないか。そうなんだ。でもいいや、人間活動も十分楽しんだし、今まで通り歌手活動もできるんでしょ。そうだね。今までの魔法少女はこの話をしたらびっくりするくらい感情的になってたけど、アビビは違うね。人間界では肝が座ってるっていうのかい？そう、肝が座ってるんだよ。アビビは強い人だ。そんなことないと思うけどな。強くなっちゃったのかも。うわ、なんだか歌いたくなったわ。うん、じゃあ俺伴奏するよ。なんだか楽しそうだね。じゃあ僕も参加しようかな。長い長いこの道を行けば、あったかい晩ご飯がある。いつまでも変わらない君を呼ぶ。そして今日も僕は白髪。トラエロインザスカイ。それでは本日お便りを3通いただいてます。ありがとうございます。ね、本当にお便りはね、すごい来ていただくようになって、あの13の時とはだいぶ変わりました、ありがたい。ありがたいわ。はい、5つ目、空の飼いネームゲリラ豪雨さん、40代後半の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。トラさん、ミエさん、こんにちは。いつも楽しく聞いてます。トークテーマの投稿です。僕は最近人間ドックに向けて野菜をいつもより食べたりしたりして気を使っています。お二人は体のケアで何か気を使っていることはありますか？お二人の健康にまつわるエピソードがあればお願いします。一言、初めて投稿するので変な投稿だったらごめんなさい。変な投稿じゃないです。全然もう素晴らしいです。これがもうゲリラ豪雨じゃなくてゴリラゲーユって書いてたら変な投稿って認定したけど全然普通ですよ。いいですね。40代後半、はい、やっぱ気を使ってますね。同世代なの ね、そうだよね。健康にまつわるエピソードといえば、私は阿比古めぐみさんの旦那さんが経営している、あ、かの有名な公園の駅前の駅前のパーソナルジムに通ってます。フレンジという。フレンジ、はい、フレンジです。僕はあのそれで半年で18キロ体重を落とせたので、まあ、食事制限のアドバイスもしてくれるし、うん、その時期はね、頑張ってオートミールとか食べてましたよ、うん、そうだね、うん、めっちゃ痩せたもんね、うん、でも最近リバウンドがまあ明日行くんです。それこそ調べたい、ね、怒られないようにしないとそう、ね、パーソナルジムはおすすめですね。はい、ぜひぜひ使ってください。みえさん、みえさん、みえさん、でもだってそれこそ林玲奈さんがみえさんの美容のアドバイスで生姜食べたら、私生姜毎日食べてるって言ったら玲奈さん真似して、そう、生姜はねちょっともう話したんで、うん、夏バテしないように私が食べたものは、ゴーヤとモロヘイヤ、どっちかは毎日食べて、ね、ミネラルをが不足すると夏バテするんで、うん、肉とかは大量に食ってたんで、うん、さすが。ちょっとモロヘイヤスープがめちゃめちゃ美味しい、ハマってます。モロヘイヤね、美味しいよ、ね、ああいいね。そう。あざーす。日本酒を飲みながらやっております。やっております。あとゴーヤの苦味が嫌いじゃない人は、私はゴーヤのおひたし。あ、美味しいね。
塩もみして、うんうん、ツナと和えたら美味しいよ。あ、いい。そう、お酒のあてになる。そう、もうやっぱお酒のあてがね、やっぱり。でもあの健康維持しながら美味しいものも食べたいじゃないですか。うんうんうん、分かる。私はそれかな。あ、もう素晴らしい。お酒でビタミン取ろうとする。そうそうそう。あるあるある。うん、あるよね。そうそう、レモンサワーね。そうね。アビコちゃんは健康。私はね、不健康な人なんだけど。そう？うん。でも前朝ごはんはちゃんとサプリメントと漢方と、うん、あとなんか重曹とクエン酸を混ぜて炭酸作って、うん、重曹クエン酸水を飲んでます。これでね、あのあれな、悪玉コレステロールが一時期高かったんだけど、あ、そうなんだ。それ2ヶ月飲んでもうスンって治って。クエン酸は本当にいいんですよ。クエン酸ね、クエン酸サワーもね、はい、クエン酸サワーとかね、代謝が、体の中も代謝が良くなる、はい、そう。でそれに最近ね、あのリンゴ酢を入れ始めた。いいじゃない、美味しそうやん。完璧、素晴らしい、さすが。アビコはいつも整ってるのね。あとね、あのドライヤーかけながらスクワットしてる、うん、すごいストイックな生活してるなまあ旦那さんがだってプロレスラー兼パーソナルトレーナーだから ね、でもそれやってると横からすごいなんか違うよ、それ違 う、 あ、もうちょっとフォームが違うっていう。ああ、正しいフォームでないと効かないってことね。そうああいいなぁ。でこの間の夫婦で、あの箱車っていう、あのロイクやってるイベントで写真を、うん、あの、はい、日高さんが旦那さんが誕生日で撮ってもらって、はい、それを載せてたら、なんかね、1000いいねくらい言ってて、うん、あ、やっぱ、ね、芸能人なんだ日高さんって思っちゃったいや、そうですよ。いや、麻痺しちゃってて。あ、そうです。もともとね、夫婦の写真ってあんまりお互いあげないから、うん、多分なんか、うん、いい夫婦風に写ったのかなっていうね。あ、でも、まあ、顔が似てきましたねとか、あ、そうだね、すごいすげえやだみたいな確かに、確かに顔似てきて、アビコちゃん似てきてるならいいんじゃない。あ、そうか、うん、そう。普段お二人とも照れ屋さんだから、そうね、いいのよそんなわけで、あの、はい、あのすごくいいお便りで、はい、ありがとうございます。ゲリラ豪さん、はい、また送ってください。2つ目のお便りはみえさんお願いします。はい、では次のお便りです。はい、たくあんとソーセージさん、40代前半の方ですね。お久しぶりです。久しぶりです、お二人はこれって神のいたずら、そんなことあるっていう経験はありますか？自分は20代の頃、発展場で手を出して断られた人に後日車でお釜を掘った経験があります。強いよエピソードが。ネタやろって言われるんですが本当なんです。お二人のそんなことなるって体験をお聞かせください。よろしくお願いいたします。一言、トラさん、ミエさん、おはこんばんちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。ちは。前回のお手紙から3ヶ月経ってしまいました。最近ではミエさんのハイトーンボイスに何気に癒されてる日々でございます。まだまだ暑い日が続きますので、お体ご自愛ください。ありがとうございます。ありがとうございます。ミエさんの、ミエさんに癒されてる人が増えてますね。ハイトーン、 ありがとうございますあの正体触れていいってことなんで、あの、はい、たくあんとソーセージさんはあの歌手の方で、あ、そうなの、トランポリンでもライブやったり、あの関西の方の方なんですけど、あの今年も12月ライブお世話になります。あら、そうなのね。そうなんです、はい。いや、ちょっとたくあんとソーセージさんのエピソード強いんだよな、うん、発展場は知ってるっけ、アビコちゃん、うん、あ、知ってる、ね、知ってるんだよね。噂はよく聞きます、ね、そうよ。そんなことなる。さっきみえさんなんかこの話あるっていうか、みえさん最後ですね、うん、僕はそんなことなる、いい意味のそんなことなるっていうのが、うん、あの昔僕やってるライブイベントに出てもらったバイト先が一緒で、なんか歌やってるっていうから出てもらってて、すごく良くてめっちゃいいねってなってったら、まあしばらく会わなくなってって、気づいたら紅白に出てました。すげえ。うん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 、の人ですね。花束みたいな恋をしたでブレイクしました。はい、はい、いや、もう本当良かった。なんか、いや嬉しいですけど、もういい意味のそんなことなると。あともう一個、まあ、昔からそれこそ僕のイベント出てもらってて、あの歌手と並行して漫画を描いてる人がいて、漫画ね、最初単行本初めて出るって言ったら、買います買います、みんなに配りますねみたいなことをやってた人が、その後あの綾野剛主演のドラマの産婦人科の話、はい、もうこれでわかりますよね、皆さん、大ブレイクしまして、あの、ブワーってね、もうそんな、いや、なんかいっぱい買いましたよみたいなことじゃない存在になってしまったっていう、大きい存在、いや、いい意味のそんなことなるが2つありました。はい、ありますか、アビコさん。
私ねちょっとね普通の話で、あ、もちろん神のいたずらかもしれないんですけど、あの出雲大社の平成の大遷宮っていう60年に一度、うんうん、出雲大社の屋根を張り替えるっていう大きいイベントがあって、うん、そこにうちの旦那がプロレスをやりたいと、うんうんうん、あの直談判を観光協会にしに行ったわけですよ、うん、でそれで私も一緒に行ったんだけど、あのまあ断られまして、おさらっと断られて、で、あ、やっぱダメですよねって言ってたら、あの奥さんは何やられてる方ですかって言って、うん、あ、私は歌を歌っておりますって言ったら、うん、奥さんだったら出れますよ、それで出させてもらったんです。千宮の本当奉納コンサートっていうのをやらせてもらって、うん、それすごい、神のいたずらですねこれ。すごいな、持ってるな、持ってる、それはそう、すごいすごい持ってるよって言われて、それは旦那さんも喜んでくれたの？もう喜んで、自分が出れないからも嬉しくて、ああよかった、マネージャーをしてくれました、あその日。素晴らしい、いいバランスやな、ね、2000人ぐらい来てくれて、いやー素晴らしい、すごい、そうすごいいい話、いい話、さ最後お願いします、お願いします、やべえ、どうまあ、はい、いや、さっきだと私あるわよって言ってたから、はい、若かりし頃、はい、2丁目で飲んでたんですね、うん、うん、そしたらそこに同席した人が〇〇くんって声かけてきて、うん、で僕その人じゃないんですよ、うん、だからあ、ちょっと多分あの勘違いですよって言って、そこはそこで終わったんだけど、うん、同じ日にまた別の場所で、うん、会って結局飲んで友達になりました。でしかもそう言われた人はカップルだったの、2人、その2人とも友達になった、うん、へえ。今は会ってはないけど10年ぐらいはなんか飲んだりしてたよ。そのカップルはまだね付き合ってる、いやもう早々に、お疲れ様でした、お疲れ様でした。で、あともう一個だけ それに付随する話で、うん、その似てるって言われたその似てるらしき人がどういう人か会ってみたいなと思って、うん、一回そのカップルも含めて会ったことがあるんだけど、ね、似てませんでしたっていうオチで終了でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この二人。いやもうちょっとたくあんとソーセージさんダメです。これは強いです。強いよ。もうだってもうめっちゃ強いやん。落語とかにできそうじゃん。これ超えらんない。うん、絶対超えらんない。はい、やべこちゃんの話題もなすごかったけど。いやまあ、おのおののそんなことなるって話でした。たくあんとソーセージさんありがとうございました。ポッドキャストも聞いてます。最後のお便りです。こちらは、空の会ネーム爽やかトランクスさん20代、エピソード26で、うん、姪っ子があんまり可愛いと思えない、自分はゲイだから、うん、どうしても複雑な気持ちになってしまうってお便りがあって、それに答えた。この回、割と私たち結構揉めたんですよ。あ、そうですか。編集でバレてないといいんですけど、うん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 、なんかちょっと考え方が結構違くて、うん、僕が結構みえさんに突っかかっちゃって、それなんか寄り添えてなくないですかみたいな、しょうがない、メメントモリだから、そう、本当その説はすいませんでしたそう、それの方が、僕はなんかちょっとやっぱね、おのおの子供ができないことに対してちょっと思うことはやっぱあるから、ちょっと結構談義になって、そしたら、うん、それに対するアンサーをいただきまして、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。トラさん、みえさん、こんにちは。前回お便りを読んでくれてありがとうございました。お二人の話聞けてよかったです。いろんな人のいろんな感情があるし、自分だけ悩んでるわけでないと分かり、ほっとしました。よかった本当によかった。前回の話の中で自分の子供がいる人の話をしていましたが、その人は奥さんに自分がゲイであることを言っているのでしょうか。話せる範囲でその方のことを聞きたいです。一言、40代の大人のトーク大好きです。やだ、いや嬉しい。20代、ね、ありがたい、ありがとうございます。そう、前回アビコちゃんにも説明しますけど、前回僕が知ってる人で、はい、まあ既婚者でゲイの人がいて、うん、お子さんがいる、うんうん、その人は僕が子供いいですねみたいなことを言うと、うん、いやトラちゃんも精子出んだからできるじゃんっていう、結構価値観が違うタイプの人で、すごい面白い人と出会ったって話をしたんですけど、その方はゲイで、もうゲイって自覚がある、でもどうしても子供が欲しいっていうことで、うん、同じ思いのある友達のレズビアンの方と結婚して子供を作って家族になって、うんうんうん、で各々ゲイ
ゲイ活動、レズビアン活動は普通にしている。ただもうその人と話すとどっちかというとゲイってよりお父さんの感覚の方が話してて、そうだ、ね、でももう子供、中学生って言うとあの子供のことをなんかすごい子供すごい可愛がってるんだろうなっていうのを話して聞いてて思うような人で、なかなかゲイの中でもあんまりいないタイプの人に出会いましたね。レアケースですね。友情結婚だね、うん、そうですね、うん、でも結婚生活も続けているし、うん、すごいわ。すごい。でちょっとアビコちゃんを今回、ね、はい、来てもらってて、アビコご夫婦はね、お子さんがいない夫婦で、そうですね、はい、ちょっとそこ聞いちゃってもいいですか。全然大丈夫です。はい、いかにアビコちゃんがあの知り合った頃くらいにツイッターであの失礼ですがお子様はって聞かれますけど、失礼って分かってんだったら聞いてくるんじゃねえよってもう激横をツイートしてたのを思って、僕はそれでアビコちゃんのこと好きになったんですよ、より。いやでもそうなんですよ、うん、でもお子さんね、もちろん多分欲しかった、欲しかった、だろう、欲しかったから20代で結婚したんだけど、うん、結局まあ私ができない体質だったから、まあそのままできなくて諦めて、うん、まあ不妊治療もめちゃめちゃ膨大なお金がかかるし、もうここで諦めようっていう検査をさ一番最後にしたのが38だった、うん、ロンドンかな、うんうん、の時で、でなんか 0.2% しか、0.2% できる確率がありますって言われて、 0.2% だったらできないじゃんって言ったら、ゼロではないのでみたいなって言われて、まあそういうこと言うよね、あ、じゃあいいですって言って 0.2% そこでパッサリもう諦めて、でも確かにそう、まあ、私たちの年って、うん、Facebook にも子供の写真ばっかり上がってくるじゃん、ね、Facebook とかインスタとか、それはちょっとあのちょっとショック見ないようにはしてるけどね、うん、いやでも姪っ子以降は可愛がってるよね、可愛い、うん、もうみんな大人だから、うん、そう、でもなんかそう、多分ゲイでも、うん、まあこう男女で結婚して子供ができないと分かって、みんな多分いろんな思いを抱えながら多分子供たちと接しているし、うんうん、なんかでも今回よくほっとしたのはやっぱ自分だけじゃないって分かってくれたのはすごく良かったし、うんうん、でも子供がいないからなんか人生不幸だじゃなくて、子供がいないからこそできることも山ほどあると思うので、そっちに切り替えれるようになるとね、うん、まあどうしてもあのちょっと福島出身で、うん、やっぱ、まあ、そういう圧はね、うん、実家に帰るときにそういうことがあって、多分まだまだ子供の話とかをされる可能性もあるし、まあ、でもそうだな、ね、言われるよ絶対、うん、言われるよね、うん、私もなんかもう日高のお母さんにごめんなさいみたいな感じ言われるよね、うん、私は孫を見れないのかねって普通に言われたもん、そう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 、あ、見れないかもしれないよって言って、うん、だからそれこの間も言ってたけど冷たいって冷たいの私、うん、いやでもまあそうだよね、なんかね、まあでも姪っ子もねきっと、この間の話だと僕も実際子供そんなに得意じゃないので、うん、あんまりガツガツ絡みにはいけないし、うん、まあ実際そうかもそう、うちはもう甥っ子も姪っ子もいないので、うん、あんまりこう家系の子供はいないし、うんうん、まあ、友達の子供とかはいるけど、やっぱなんかちょっと物心が突き出すとね、物心、うん、あのちょっと大きくなってくると、うん、急に敬語になってきて、あ、敬語になっちゃったみたいなあ、わかる、そう、あ、敬語、そっか、もうまだ10歳だからいいのにもあるし、なんかそう結構みんなこういう抱えながら、でもそうするとね、一回日高阿鼻子夫婦はこの店で10周年のお祝いを、うん、あのサプライズで、はい、もう旦那さんが企画してやった時に、うん、なんかそこその子供の話とかもちょっとした時に、阿鼻子ちゃんが言ってて印象的だったのは、私はまあ子供ができないとして夫婦で仲良く暮らす方を目標にしたからみたいなことを言ってたんだよね、そんなこと言ってたそうだこと、あ、なんか偉いよあんたは、偉い、そう、偉いよ、肝が座ってるよ。そうだよ。肝が座っちゃったのね。はい、そう、あのぜひ爽やかトランクスくんが今後もね、うん、サワトラくんが
あのまたなんか悩み抱えたりしたらぜひ送ってほしいし、はい、もしねあの会えるような場所にいるんであれば、うん、直接でもお話聞きたいんで、うん、今後ともポッドキャストともどもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。爽やかトランクスくんありがとうございました。トライロー忍者スカイ。エンディングのお時間です。アビコさん、はい、いかがでした？楽しかったです。あ、よかったです、ね、飲みながら、ね、大人のトーク、はい、怒涛のエンディング、ね、みーさんも今日はいかがでした？いや、まあ、時代が変わりつつあるよね。おお深いこと。そう、子供がいるいないの話なんかして言うと ね、 そうね、時代がどんどん変わってきてるんで、うんうん、で親、うん、10年後20年後はまたね、これがスタンダードっていうのがどんどん変わってってるから、全然もう自分だけが悩んでるとかはないんで、うん、安心してください。でも安心してくれたら嬉しいね、うん、もうそういう悩みはみんな抱えているので、はい、抱えながら楽しく生きてる、生きております、うん、そうよ本当に確かにこれ40代の大人トークだね。大人トークしてるんでしょ、ね、ちゃんとしてるはい。トライロインザスカイでは、空の会の皆様からのお便りも募集しています。概要欄の URL からお便り書いてください。お願いします。はい、トライロー in the sky。 それでは皆様、スカイウォーカー。沖縄アビコちゃんありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。